はい、としきです。よろしくお願いします。ということで本日ピックアップする選手は、中村典弘選手をピックアップしていきたいなと思います。僕の、のりさんはですね2020年シリーズ2のもので、上限600スピ開放しております。でなんでこのタイミングでの中村典さんかと言いますと、まあね、今中日のコーチをされてるので、当時は OB だったんですけれども、タイムスリップでの登場が可能性としてある状態になってます。で、まあ去年は中日で出たんですけれども、まあどこで出るかわからない状態なんですけれども、OB の時はずっとね、近鉄、オリックスの方で出てまして、で、まあこのノリさんが、オリックス純正で言うともう必須級に、めちゃくちゃ必須級の選手なんですよ。TSA 登場する前にピックアップして、まあノリさんの強さっていうところを見ていただいて、持ってない方はもうぜひ多少無理をしてでも、取ってもらいたいなというところになっております。で能力は、一応アーティストでミートが A の81、パワーが A の85、走力 D の58っていうところで、まあ走力はまあ、もう無視で OK です。で、まあミパはね、もうアーティストでもう申し分ない感じになってます。で、守備はですね、サードがね、B で守れるんですけれども、もうサードの守備ね、正直、ノリさん以上に上手い人なかなかいないです。長嶋さんが一応適正 A だから上手いかな。まあそれ以外で言うと、まあ、裏捨ても含めて、ノリさんの上を行く選手ってまあいないんじゃないかな。一応ね、オリックス純正で言ったら、まあ現役で宗選手がいます。で、まあもちろん宗選手も守備めちゃくちゃ上手いんですけれども、総合的に判断すると僕はノリさんをサードにしてる方が安心感がかなりあります。で、あとあんまりないんですけれども、まあファーストやショートを守ることができるので、まあその打てる選手が少ないショートで言うと、まあその守備フル無視で、ノリさんをショートって方もたまにいらっしゃいます。で、まあ特殊能力は超アーティスト高額チャンスっていうところでも100点満点なんで、まあこれにね、火の打ちどころはね、マジでないです。まあというところで本日はね、このノリさんを、1番で使って、まあなるべく打席回して3試合ぐらいやってホームラン狙っていきたいなっていうところなんですけれども、まあもしね、3試合以内にホームラン出なかったら、裏でちょっと打席だけホームラン打つまで回そうかなっていう感じでございます。それでは、早速リアタイへどうぞ。はい、それでは広高大仙団さん対戦よろしくお願いいたしますということで、高校ですね、まずは1試合目は守っていきたいなと思います。で、まあ、守備に関してはそうですね、ノリさんが出てこない限り、ノリさんの出番がない限りは基本スキップで進んでいきたいなと思います。はい、では無失点に抑えました、お相手の先発ピッチャーは侍宮城投手というところで、まあ、ちょっとね、最初先発見た時まさかのオリジュン対決かなって思ったんですけれども、普通に12球団のオーダーでございました。さあノリさん行きましょう。1打席目はねちょっとチャンス出ないんですけれども、まあ、アーチ広角出ると思うんで、はい出ました、76-97スタートですね。さあキレが出てます。さあゆっくり見ていきましょう。まあ、1番なんでね、ちょっと球も見ていきたいところですね。さあこれは、あーレフトライナーか。いやー早い、出番終わるの早い。ちょっと相手を楽にさせた。いやーい、先制点。さあちょっと今日は5番ですね、糸井さん。まあ、糸井さんね、たまに1番から外すんですけれども、1番から外した時は何番打たせてるかって言ったら5番が多いですね。なんとなく僕の打力だと2回の攻撃は5番が先頭になる可能性が高いんで5番にしてるんですけれども、ここはしっかり打ち取られていくと、あっ、うわやられた。まあ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 、ちょっと次の回で逆転しましょう。2アウトから逆転かよ。いや、スプリットちょっとね浮かせすぎたんよな、やられたな。もしかしたらこれワンチャン2打席目回ってくるか。てか2打席目頑張って回します。これサツ、おい走れ、いやーアウトか、やばい。あーよかった、抜けた、絶対ショートゴロやと思った。さあこれどうしようかな、繋いでいきたいな、繋いでいい感じに1番のノリさんにチャンスで回したいけど、うわー中川さんか、あしまった、よしよし、ノリさん回ってきた、いいよ。さあ降格チャンスが出て、さあタイピン出てないから中川さん変えてくるか。さあ高梨タイピン出ない。さあアーチ降格出ていく。さあここノリさんめっちゃいいとこ見せれるよ。
オッケー、スライダーね、それ、それ一番大きいのね。やばい、最悪。はい、それでは2試合目、陽さん対戦よろしくお願いいたします。ということで、お相手の先発ピッチャー、侍大谷。侍大谷来た。ちょっとね、最初の1試合マジで申し訳なさすぎる結果やったんで、結果残したいですけど、いやマジやってもうたな。オッケー、ちょっとホームラン打ちたいんよな。いけ、いや惜しい。惜しかったな。オッケーオッケー、いけ、いやもう打て。動画でピックアップした時だけ打たんのマジでやめてくれよ。マジ撮影時間がな長くなったりするんよ。でもし打てんかったらこの後のホームラン打てるまでの撮影が続くわ。じゃほんまそれだけは勘弁して、できたらもうここ3試合でホームラン打って決めたいからね。 OK、 走るか。うわー、危ねえ、振り遅れたけど、ここで打てるだけ打っといたらもう1打席回ってくるかもしれんからね。さあ前進守備やったら外野の頭越えていきたいんだよな。いけ、いやそれは前進守備のさらに前を行くと。 OK、 ナイスバッティング。いやこれも、あーショ、あー、うないショート可能性が高くなるからね。よっしゃ、ナイス、森友素晴らしい。いやノリさんで打ちたかったけど、オーケー、ナイスバッティング。さあちょっとここは大城さんでいきましょうか。最近大城さん地味に打たせてるよな。フォームがねめっちゃ打ちやすいんよ。オッケー、さああと1人打ったら2打席目ノリさん回ってきますよと。ああ、さあ守備の方は大幅カットしていきたいなと思います。はい、素晴らしい守備、ちょっと反応遅れたけどちゃんと勝利しましたね。さあ無失点で抑えました。アーチストだけ出て大谷さん、ちょっまずノリさんだけ打ててないっちゃうん。ちょほんま打たせてくれ。よし、これですわ、もうこれです、完璧すぎました今のは。いや大谷から打ったもまた気持ちいいよな。よっしゃ、このままコールド目指していこう。よいしょ、いやー越えろ、いやー届か。はい、それでは最後3試合目やっていきたいなと思います。KNG さんよろしくお願いします。お相手の先発ピッチャー、ワールドスターのダルビッシュ投手です。さあまあでももうノリさんでさっきの試合でホームラン打ってたんでだいぶ気は楽なんですけれども、まあ、もう一本、もう一本狙っていこう。はい、スラーブね。いやーもう一番最悪の当たりやんけ。いやでもね最近実はね、あの僕ずっとね打率3割台をね長きにわたり、まあ、もう本当にこの動画のチャンネル解説当初でお話ししたら本当に2割前半とかをずっと推移してたところから最近ようやく4割維持できるようになったんで、やいナイスブーマー。ちょっと恥ずかしくてね打率をね隠してたんですけれども、ちょっと試合リアタイ前にねちょっと打率とかも徐々に4割超えてきたんで見せていきたいなと思っております。いやもうここまで本当に長かったよ。多分ね僕のねチャンネルを初期から見てくれてる方からしたら僕が4割打ってるの、ま、なかなかあのよう頑張ったなって思ってくれるんじゃないかな。いやーしまった、ちょっとちょっとあんまり打てんかったけど、いや本当にそれぐらいねマジでね打てなくて、リスナーさんからも結構生配信とかしてても結構ねアドバイスとかをいっぱいいただいたりしてたんですけれども、でね、まあ、4割いったんは去年の7月が初めてなんですけど、そこから全然維持がね今までできてなかったんですよ。本当にねもう本当にこのシリーズ入ってからが2023シリーズ入ってからマジで4割維持できるようになって、でまあもちろん3割中盤とかまで落ちるときはあるんですけど、もう3割前半とかもほぼほぼいかなくなったぐらいマジで打率維持に関しては昔よりはできるようになってきたんで、
いや本当に本格的にちょっと大会でスピリーグ以外でリボン目指していくことも視野入れてもいいのかなとは思ってるんですけど、まだまだなんかな。よいしょ、ナイスピッチ。はい、ナイスナイスサード。いや僕地味にベストリピッチ率高いんで、上位 10% とかに入ってるんで、ベストピッチ率はねまあまあ高い方で、まあまあ高い方というか多分うまい方やと思うんですよ。でも防御率なかなか悲惨なんですけど、多分配球が本当に下手くそ。あ、これもナイスピッチャー。やば、オーケー、なんとか耐える。いやーこれも、あと2人頼む頼む、打ってくれ。いやーもう、いやー、まあ、この回多分ね抑えれたら最後に、ちょっとホームランもう1本打つまで裏で走ってきますので、その映像を最後に見届けていただければなと思います。さあ、のりさんが最後さばいて、はい、この試合終わりました。ということで最終打席のりさん回ってこなかったので、今からホームラン打てるまで頑張っていきたいなと思います。これは際どいが外れている。これやー